勉強中毒になる方法3選。1、ポモドーロテクニック。これは25分勉強、5分休憩ってサイクルで勉強を繰り返すってものなんですけど、わずか25分で休憩に入るため、集中力の低下も防げてめちゃくちゃおすすめ。しかも25分だと、大抵中途半端のところで休憩に入ることになるんですけど、それがいいんです。早く続きやりたいって気持ちになるので、再開するときもスムーズに勉強に戻れるようになります。2、タイムプレッシャー法。これは勉強に制限時間を設けるっていうシンプルな方法なんですけど、コツとしては、どんどん制限時間を短くしていくこと。これをすることによって、常に時間を追いかけてる感覚になれるので、ゲームのタイムアタックみたいな感じで次第に勉強にのめり込めるようになります。3、スモールステップ法。これは25分ごとに勉強の目標を決めるっていうもので、1のポモドーロテクニックと併用するのがおすすめ。各サイクルごとに実現できそうな目標を決め、それを毎回達成することで、自分って勉強できるんじゃないっていう充実感を得ることで勉強がどんどん楽しくなるので、ぜひ試してみてくださいね。